回いきます。はい、チーズ。ピースピース。はいはい、ということで、すいません、ちょっとあ、ごめん、逆光だわ、こっちにしよう。逆光でした、ごめんなさい。いいか、逆光でも。めっちゃ逆光、怖いよ。ごめんね。こんばんは、お疲れ。ちょっと髪の毛もしゃもしゃで、ごめんなさい。ライブ終わりました、ミニステージ、イエーイ。楽しかったね。楽しかった。なんかこうが、なんかめっちゃ長いライブやらせてもらって嬉しかったです。30分ぐらいあったんじゃない、ね、うん、30分ぐらいあったと思う。なっちゃん MC したんですよ、感謝。なんなんマジで、おー、谷しっかりしてくれ。はい、あ、圧で止まった。ガジンが今日ガジンテンパリだんな。なんか今日めっちゃついてなくて死にかけましたけど、最後にいいことがあったのでよかったです。なんだろう、あ、なんだろうって君たちめっちゃ分かってるよ。何まあ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 、まあ、何ガジン、何ですか皆さん。はい、今日は初期面です。はい、どうですかこの3人は。皆さん見てみて、エンチ大好き、ラブ。君たちね、聞いてないんだけど、あの、本当私はこの3人で映るとちょっとドキドキする。なんで安心するんですか。これあれじゃない、まあちゃん、何？うちもよく分かってない。違う違う、なんか怖い、あの本当にあの圧が強くなるから。本当に今。大丈夫？剥がされる。剥がされそう。私この人たちの距離感にいつも怯えてます。近い、あのいつも近いの。なんでそんな近くなの？こけたの今。こけとけ勝手に。新しい技を、ね、だってこの中ではカジがやっぱ最年少だから。そうですよ、かわいい、もうかわいがって。しかも私って末っ子だから、もう全てを2人に任せて生きてる。可愛くてしょうがない。うるさい。でもね、私あんまこうやってグイグイ来られるの好きじゃないから。なんでだって、みんな気をつけてね。グイグイ来るの好きじゃないって。違うよ、違う、ほどほどに行こう。違う、そういうことじゃない。君たちが嫌だっていう話。なんでよ、俺嫌だ。あ、あれだ、天の弱。いや、ほんとに嫌だ。そうやん、傷つくからやめてよ、ほんとに。傷ついてしまえ。うわ、ド S だな、カジって。末っ子長男だって。末っ子長男、確かに、男の子だ。なあ、だから可愛いのかな。ここじゃないよ、うち女の子だったらこうやんないもん。あ、好きな食べ物はイチゴ、今日はパフェ食べてきたよ。そういう考えな、なんか男の子っぽい。おかしい。だって別に女の子がイチゴ好きなんてさ、決まってないじゃんね。なんでよ、うちはそんな好きじゃないし、ね、うち米だもん。現実、そこでイチゴっていうのが男の子っぽい。現実を突きつけられた。カジ、本当の好きな食べ物は何？わー、カレーかな。ブレないね。ジンジャーエールとカレー、炭酸ジュースあれば生きていけます。そう、あれどこだ？今ここあった。じゃーん、見せていいよね。色紙いただきました。なんか、なんて言うんだろう、ユニドルのスタッフさんというのかな。スタッフさんが今日はありがとうございました。すごいよね、みっしり書いてくれてるんですよ。しかもめっちゃ字綺麗なのね。頭いい、なんか学生さんの字だ。いや、ね、頭いいんだよ。今日いろんなさ、大学のさ、ね、方たちが出てたけどさ、すごい、前でも知ってる有名大学の方ばっかりで、すごいな。なんかうち恥ずかしくて大学とか絶対言えないもん。私も恥ずかしくて高校とか言えんもん。高校？で、高卒とか。恥ずかしくて言えない。言えない。大学生すげえな。かっこよかったです、本当に。ね、すごかった。でも年上の方とかもやっぱいらっしゃって、うんうんうん、なんかしっかりしてるなって思ってきてました。カジがしっかりしてなさすぎなんだよ。なんでこういう放送の時に言うの？なんで？なんで？なんで？こんな配信でいいんだ。最近ちょっとこういう配信続いちゃってて申し訳ない。ユニステージ出てくれて嬉しかった。え、これさ、来てくださった方が、チケット買えるの？これ今日、今日、あれどうだろう。チケット買えるじゃん。買えない、買えなかった。これ違う、昔のやつか。昔のやつだ。チケット買えるようにしないの？まだ私設定できてない。あら、ごめんなさい。
まあ、多分明日とか明後日にはできますよ。私が頼み込むのはいい話なんで。ちゃんとやるわ。ごめんなさいね、皆さん。油断してたの。すいません。間違えた。いや、ちゃんとしてますよ、私。普通に。え？二十歳にもなりましたから。ちゃんとしてます。あれ誰もでもそんな二十歳になったからってちゃんとするもんではないよ。え、そうなの？そんな変わんない人は一生変わんないもん、ね、うん、え、やだ、私だって変わったのか。変わった、変わったってなる。うん、なった。どこら辺になった？え、うちね、二十歳になったくてからは変わってないけど、上京して変わった。あ、今の顔写してほしかった。すげえうざい顔写ったんだけど。上京して変わった。なんか、物に対して冷たい目線を送ってしまう時がある。しょっちゅう送ってるよね。じゃ、なんか福島に住んでた時は全てに対して温かい目で見てたのに、こっち来てなんか多分人が多すぎるのかな。なんかその悩みそうだな、時間なの。何の時間？超ルームの時間です。終わるわ、うちの話は。楽しい配信がいいな。うん、何しよっか。今日私、まあ、ちょっと大変な感じの千葉県の話を本当はしようと思ってたんだけど、まあ、やっぱ大丈夫ですか皆さん。心配だね。結構千葉の方いらっしゃると思うんですけども、そう、私昨日帰ってなくって、今日朝ちょっとショールームできなかったんですけど、結構朝起きたら LINE がバーって来てたんですよ。大丈夫みたいな。いや、あの、みんなが生きてるから、だから同級生だったりとかからすごいいっぱい LINE 来てて、みんな大丈夫みたいな。別に私に向けてとかじゃなかったけど、なんかバスケットボールの時の友達だったりとか、そうそうそう、みんな大丈夫みたいな。そんななってんのって私知らなかったから。結構屋根飛ばされちゃった方とかいらっしゃる。本当に結構やっぱで信号機止まってて木が倒れててみたいな感じで、電車とかも動いてない地域も今ありますよね。なんかそれが本当に心配だったり、会社割れの友達がいる、あ、大丈夫ですか本当に。そう、安否確認もうみんなしてたけど、皆さん大丈夫でしょうか。なんかそれだけが本当に心配で、まあ、千葉だけじゃなくて多分いろんなところで起きてたと思うんですけども、会社負けはなんとか大丈夫だみたいです。私もお母さんと連絡は取ったので大丈夫だと思います。成田空港も大変そうだ。バスツアー中止とか、なんとか。バスツアーはマザー牧場に行けなくなっちゃったんですよ。マザー牧場が十何日まで休園されるみたいで、私が実はマザー牧場に行かせてくださいっていう。めちゃめちゃ楽しみにしてたよ、マザー牧場。マザー牧場はね、絶対千葉県民だったら、うん、あの校外学習とか遠足で行くところだからっていう。牧場ってさ、なかなかないじゃん、やっぱ都内に。しかもマザー牧場は牧場なんだけど、なんかあんま牧場っぽくない、ちょっとエンターテインメント感があるから、ぜひアブフェニキと一緒に行ったら面白いだろうなと思って入れたんだけど、残念ながら今回は。見ていいの？マザー牧場行けないんだけど。わかんない、なんかでファンの人から私聞いたよ。今日悪事会で。あれじゃないっけ、公式でもさ来たのかな、旅行の会社の方から。あ、わかんないけど、もしかしたらね。としてもまあ私の口から一応言いたいかったので、でもね、何かどうなるのかちょっとまだわからないんですけど、バスツアーは絶対楽しいやつにしますので、大丈夫だよ、安心して皆さん来てくださいね。大丈夫ですかね、皆さん気をつけて今日も一日過ごしていきましょう。あとちょっとですがな、カジンの笑顔があれば世界はハッピーだよ。本当に。この明かりじゃ怖いんだよ。元気みんな。カジの実家行こうって、あ、プランに組み込んだはずなんだけど入ってない。え、それいいの、組み込んでくれたんだ一応。うちらでさ行ってない。そうだよ、いいの、すごい大人数で行って。いや、来るってなったらすごい遠いけどね。みんな頑張ろう。田舎もなんで私。大丈夫、バスだから。そうか、バスだから、バスだから、そう、どこでも行けるから。そう、ね、びっくりするぐらい田舎だから。見学変更しますか、しなきゃいけない。あとね、私がアルバイトしてたスーパーっていう。それも何それ、身内ネタすぎるだろう。だからスーパーだから、いつもショールームでバスツアーの話すると、
家事がアルバイトしてたスーパーはっていう。どうする気なのみんな。いやそこでね、チラシ配って家事の痕跡を見る。そうです。あれじゃない？でもそのアルバイト先の家事ってバイトしてた時どんな感じだったんですかって。あ、もうなんか公開体験入学みたいな感じのインタビューしまくるみたいな。だから店長とかにいろいろ聞いて。店長で転勤しちゃったからいないんだけど、あの。私のことし、すごい知ってる方々がいっぱいそこに勤めてるから大事にいいことも悪いことも、はい、いい悪いことも多分いっぱい知ってます。はい、そう、でも、休憩室だったりとか事務所とかに行くと私の名前が残ってる。行けるわけないじゃん、みんなで休憩室。私のエプロンがまだ残ってるの感じしますけど、残しててくれてて、ロッカーも残ってるそのまんま。それをいち早く見つけた人の勝ちっていうゲームいいね。テレビの企画みたいな。勝ちが絶対勝つだろうけど、すぐ分かる私。たまに行くの、いまだに。へぇ、入れてもらってこんにちはって言って CD を機に行きます。そうそうそう、ありがたい、みんな聞いてくれてるからね。はい、ということでバスツアー9月16日ぜひお越しください。楽しみ。ちばちょっと告知してもいい？じゃんけんで勝ったらマジ。最初はグーじゃんけんぱい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。あ、嘘や、分かった。あじゃあまーちゃん告知していいよ。うちの告知ある？なんだろうな。ないの？え、今何してる？何してるって言っちゃうけど。今何してる？何？いいよ、まーちゃん の, あのプライベートな告知でもいいよ。あ、そうだね、最近みたいな。そうだ、近況報告聞いたでしょ、まーちゃんのね。最近かもいい。あ、今日ね、パンケーキ食べたよ。いやー、女子何その情報、いいな。今日パンケーキ食べたっていう報告。やったー。やっぱ、やっと。あ、そうだ、うち黒ごまの告知したい。あ、いいよ。なんか黒ごまを私流行らせたくて、うん、頑張ってるでしょ今。すごいよ、だってタピオカ屋さん行ったら黒ごまから黒ごまから本当にみんな黒ごまをもっと飲んで布教してほしいな、うん、黒ごま豆乳っていうパック買ってるからそれを飲んでほしい。黒ごまいいねっていうツイートをしてほしい。うわ、黒ごま、うちはそれだけ。も黒ごま豆乳だって。私絶対嫌い。なんで？豆乳飲めないです。あ、そうなんだ。乳製品があんま得意じゃないか。豆乳美味しいよ。うん、ダメ、この子と合いません。じゃあちなともじゃんけんで勝ったらなんか告知してんの。うん、最初グーチョコパイ。あー、もうやだ、なんで負けてんの。なんだろう、私基本的に運悪いんだよね。あ、なんか、うん、告知は部屋を変えようって思って。あ、いいじゃん。インテリア変えたいなって思って。あの基本ピンクなの今。うわー、女子だ、いいな。やめようと思って。やめるんだ、大人だし。なるほどね。で、夢があって、うちにははいはい、部屋にソファーを置くっていうのが夢なの。だね、いいね、いいね。実家にもソファーなかったの。そうなんだ。基本地べたの生活だから。ソファーあると叩けるよね。そう、だからそれが憧れで今までなかったから、ソファーが、うん、ソファーを部屋に置くっていうのが夢なの。なるほどね。だから今めちゃくちゃ部屋を片付けてて。ソファーか。この間断捨離したの、うん、着ない服を全部、うん、でいらないのはメンバーにあげたり、うん、めっちゃ頑張ってるんだけど、あの洋服の3分の1までしか終わってないのに、ゴミ袋12枚とかいって。嘘でしょ。ほんと、え、ゴミ袋が12枚。冬もまあセーターとかもあるからね、全部合わせて。でもうちめっちゃダンスにギュッて詰め込むの、洋服を。だから本当になんか容量を超えてんのね、多分。そんなにあると思わなかったわ。そうだからマジでヤバくて、それでもまだ残り3分の2ぐらい残ってるの部屋に。ぬいぐるみとかもいっぱいあるじゃん。うん、確かに。だからもう捨てきれなくて、で自分じゃ捨てらんないじゃん、なんか思い出とかこもってるから。だからもう森永とか呼んで、なんか全く関係ない人呼んですごい、もうポン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 ゴミ箱入れてほしいなっていう。いいな、やってくるので、やりたいなっていうのがちょっと今後の告知なんだよね。いい告知だわ。で、告知したかったよ。よく言えばあのカーテンを変えたくて。まーちゃんの方が中身濃かった。ベージュ系の。あ、もう全部そう変えたいじゃん。カーペットも全部変えたいから、うん、後でカタログとか載せとこうかなとか。ああ、いいじゃん、うん、冬になるしね。なんかヒーターとか、うん、ね、載せときます。ちなつの告知以上。うちも告知したい。ダメだよ、負けた。ダメだよ。え、じゃああれしよう、うちとまーちゃんに勝ったのにしよう。どっちもに勝ったのに。うん、いよいよ。じゃあ、まーちゃんから。最初はグーじゃんけんぽい。うわー、ね、最初はグーじゃんけんぽい。あー、ダメだ。告知は無理でした。やだ、ごめんね。カジは告知できない。いや、なんか、あの、手話で伝えて。あ、いいよ、うん、ジェスチャーならまだ OK。 ジェスチャーで頑張ろう。
ダダン。あ、処理した。はい、ダメ。終わりでーす。喋ったらルール違反だから終わりだな。何も意味ないことも無理でしたー。もう一回いいよ。あ、わかった。うちもわかったよ。多分誰よりも早く気づいた。うん。ああ。ね、ジェスチャーがさ、いちいち気持ち悪い。あれ、食べちゃった。もうやだ。うちも。はい。伝わったんじゃん。勝ったかな。573日。ありがとうございます。すげえ。もうちょっとで2年じゃん。そうです。もうちょっとで2年です。570。あれ？わからん。573日。あ、分かってる人いるよ。うん、分かってるね。違うよ、こうだよ。はい。いや、カジン最初でも3ってやってたよ。8ってやってだからうち何、8月じゃん。あれえと思って、誕生日ってなっちゃった。誕生日7月じゃん。え、もういいよって。どうぞ。はい、9月17日に下北沢のモナレコードさんにて開島きっかけ第10回目が行われます。おめでとう。皆さん来てください。このショールームの公開生放送って感じです。誰でも来て楽しめるイベントだと思うのでぜひお越しください。10回目なので、まあ、いつもとは違うゲストさんが来る予定です。うわー、超楽しみ。ハードルが上がってる。楽しみ。まあ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 、まあ、だって今までメンバーだけ、だけ、あとアップが姉さんだか、だよね。やばい。あとみゆちゃんだか。あー、まあ、身内身内、でも身内には変わりないかも。身内には変わりないんだ。でも変わりのある人。そうだね。でも、私のことをよく知ってる人が来るから、楽しみです。そして、あれ10回目ということは10回目なんですけども、いつも通りにゆるゆるなイベントですので、よかったらお越しください。料理もあるの？料理あり、ギターあり、トークあり、え、歌は？ランキングありみたいな。歌は？歌も、いや、ランキングも、いや、本当にぜひお越しください。皆さんお待ちしてます。よろしくお願いします。はい、めちゃくちゃ楽しいと思いますので来てね。楽しいんだよな、カニ島きっかけ。え、本当に？だからカニ島きっかけで黒ごまタピオカ出してるし。いや、そんなんどうやって作るの？モナレコさん超大変じゃん。違うよ、近くで。あ、すいません、お疲れ様です。すいません、お疲れ様です。すいません、本当にがっつり楽屋でやってるもんで申し訳ないですね。お疲れ様です。すいません、ごめんなさい。あ、それで絶対にすいません、映らないように。あ、ごめんなさい、すいません、大丈夫です。頑張って映らないようになりました。お疲れ様です。すいません、本当にごめんなさい、迷惑なところで。出てきたよ。あ、じゃあ今日はここまで。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。また明日は夜かな、明日夜になると思いますが、ぜひ見に来てくれたら嬉しいです。ということで、お手を拝借せーの、以上です。ちょっと親指で以上です。以上です。もう大丈夫だよ、誰も。あ、本当、以上です。バイバーイ。バイバーイ。なんでこんなバタバタだったね。何人？807。